応戦歌と、と必ず小学生頃の夏休みの宿題を祈る。すっと立ち上がり、色とりどりの色の花をにぎやかに咲かせ、暑さのさなか、けなげにも彩りを添えてくれているのだ。が、長い夏休みはありがたいんだが、その宿題というやつが厄介。特に毎日の日記、これを怠るとさあ大変。もともと良くない頭、昨日のことさえ忘れてしまうというのに。なんとかとばかり薬画を入れたりして埋めるのだが、時計を思いついたのだ。それは一句一句の間に「そうして」の文字を入れるのだ。例えば飯を食べて、そうして、服を着て、そうして、帽子をかぶって、そうして、靴を履き、と、そうしてをつけたら道がだいぶ埋まり、登校日、こんなことが通るわけないよね。そうしてが多すぎる、赤いインクの通。当選かと聞くと、この愚形が必ず頭をかすめ、鳳仙花は昔は詰めくれないと言って、女の子など爪を染めておしゃれをしたらしい。今でもあまり変わらないで、女心、何かいじらしい。Thank you.
花の終わりごろ、種となり、最後にはその枝先が強い力でねじれ飛ぶ。そのねじれとともに種を飛ばすさま。初めてその自然の営みに驚かされる。人間などはちっぽけなものだな。と、しょんぼり。